こんにちは、くるみアロマです。新年明け梅ということで、今年鳥年なのでね、パンダの上に鳥が乗っかっております。で今日はですね、では何の話をするかと言いますと、まあ、新年にふさわしい、まあ、ちょっとね、私がすごいね、皆さんに聞いてほしいなと思う歌を紹介したいなと思ってて、それがですね、ミスチルさん の曲なんですね。横断歩道を渡る人たちっていう曲なんですよ。でこれって、まあ、カップリングの曲で、知らない人もいるかもしれないんですけど、 YouTube とかでは見れるんですけど、まあ、本当にね、すごく心が温まる歌詞で、結構当たり前のような風潮の歌詞が多いんですよ。最初、横断歩道を渡る人たち、僕は信号が変わるのを待っているっていう風な感じで、まあ、当たり前じゃんみたいな感じだけど、何がいいのみたいな思う人もいるかもしれないけど、ここのいい曲のポイントっていうのが、2番が終わったところで、その後3番のサビに入る前のところの、まあ、母親と息子のおもちゃ屋での下りっていうのがあるんですよ。そこがすごく感動的で、どんな歌詞かっていうと、イライラした母親は物分かりの悪い息子の手を引っ張って、もう何個も持ってるでしょとおもちゃ屋の前で声を上げている。何個も買って買ってって言ってるけど、お母さんはもう何個持ってるでしょって言ってるんだけど、まあこの後、まあ、その息子さんが欲しいのはおもちゃじゃなくて愛情で、それを拒んでる母親っていうのも、まあ、何かって言ったら、それはその我慢を教えるための愛情で、その親子はお人目も気にせず泣いて怒って、その愛情を愛し合っているんだ、その光景は愛し合っていることなんだっていう歌詞なんですよ。そこがすごく、もうなんかその最後、愛し合っているんだいるんだっていうところで、もうこうバーッとこう曲が広がるんですよ。そこがまたなんかすごい感動するところが広がっていって、もうそこが大好きなんです。なんかその光景って自分もあったんですよ、昔。もうなんか親に買って買ってって言って、でどうしても、まあ、なんか買ってくれないのがもうイライラしてしょうがないっていう状況があったんですけど、でもなんかそれをこう、そう、もう本当に怒り合ってるとかじゃなくて、本当に愛し合ってるんだって、それは。そういう表現があるっていうことは素敵だなと思って、でなんか私はなんかこう素晴らしい曲だなと思いました。で最後の桜井さんの、僕だって何もかも物分かりよく年老いたくはないんだっていうところの顔もすごいこう本気の顔してるっていうか、まあ、なんていうのかな、すごくいい曲だなと思ったんですよ。だからもうこの曲をちょっと聴いて、なんか新年開けてほしいなっていうふうに思いました。はい、ということでね、今回は、ミスチルの横断歩道を渡る人たちの、曲の紹介でした。皆さん聴いてみてください。ありがとうございます。